午前11時ごろ、和島市立東洋中学校を訪れたのは、歌手のミーシャさんです。体育館に避難している住民らおよそ250人に地元のシェフらが作ったビーフシチューなどを手渡しました。ミーシャさんは県森林公園の名誉園長を務めていて、自然の保護を訴える企画に参加するなど県と関わりがあり、炊き出しは今回で2回目。被災地で生活するファンからは自然と笑顔がこぼれます。学生の頃から聞いてたんで本当に感動しました。また頑張ろうと思います。ありがとうございます。遠くから来ていただいてとても嬉しかったです。コロナだ、はい、いい素敵な名前ですね。そんなミーシャさんに言ってもらえるなんて幸せでした。どこに住んでるのとかすごく気にかけてくれて、すごく優しい人でした。もったいなくて食べるかもしれないです。うま、元気になりますね。パワーをもらえますね。はい、あったかいご飯を食べて、今日も寒いけど少しでも温まってくださいねって、ご飯みんなで作ったから元気になってくださいねって、そういう言葉をかけました。やはり皆様の笑顔が見たかったので、少しでもこうやってお手伝いすることによって笑顔を見せていただけたら、私は何よりも嬉しい。現地の方と何が今必要なのかということを私たちも学びながら、今後も関わり続けていきたいなと思っております。みんなで一緒に。ミーシャさんは今後も被災地を訪れる予定で、能登を支援する音楽フェスティバルの開催も目指すということです。津波が押し寄せた跡が残る七尾市能登島。冷たい雨が降る中、地元の食品加工の工房では炊きたてのご飯の湯気が立ちます。ねねの会です。地元の食材を使った惣菜などを販売する定期市を月に1回開いていて、地震後初の開催となった今日は、待ちわびた常連たちが早速訪れました。皆さん次の日してこの辺ぐらいまでみんな泥になったりあれしたりして、ひどかったよってメンバーの人が。ねねの会では工房が津波で浸水し、電動シャッターも壊れるなどの被害を受けました。半分しか開かなくなったシャッター、頭をぶつけてしまうお客さんもいましたが、今日はそこに笑顔が。地震の前と同じことができる喜びをかみしめていました。しばらく来れんかったもんで、おやってるって言って飛んできたんだ。素朴な味なんだよ、みんな昔ながらの、うん、そうそれが一番だ。この先どうなるかって感じの時に、ねねさんがこうやって、ね、また再会して嬉しいね。能登島では現在も島の大部分で断水が続いていますが、定期市の再開が復興の足がかりになればと期待を込めます。早く元気になって能登島帰ってきてねって言って、さっきもお別れしたんですけど、また来るよって言って、うん、みんなに楽しんで美味しかったよとかって言われるのを待って、また次の励みにステップにしたい。また頑張られるかな、一回行きたいなと思っとった。よかった、誘ってくれて。ありがとうございます。ねねの会では来月20日も
定期市の開催を予定しています。太平洋側に停滞する前線と上空の寒気の影響で県内は雨が降っています。また気温も上がらず、今日の最高気温は金沢で 7.2 度、輪島で 6.2 度、珠洲で 5.7 度など2月上旬並みの寒さでした。この冷たい雨は明日午後にかけて断続的に降る見込みで、明日夕方までの24時間に降る雨の量は多いところで加賀、能登ともに30ミリが予想されています。気象台では地震の影響やこれまでに降った雨や雪により地盤の緩んでいるところがあるとして、特に能登地方では土砂災害に注意警戒するよう呼びかけています。この説明会は被災した中小企業などを対象に県が開いているもので、1回目となる七尾市の会場にはおよそ90人が参加しました。今日は今後公募が始まるなりわい再建支援補助金など県や国の補助の対象範囲や申請のために必要な書類などについて説明されました。会場では個別の相談にも応じていて、来月14日まで県内9つの会場で合わせて16回開かれます。まあ、それなりにどんな、ね、支援があるのかということもお分かりになったでしょうし、それはそれでとても有意義だったと思います。参加の申し込みは県のホームページまたは電話で受け付けています。はい、七尾市の能登島です。この場所も元日の地震で津波に襲われており、流された船が未だに道路上にあるなど被害の爪痕が残されたままです。そんな中、今日地震後初めて再開されたのが能登島で農産物の加工などを行う女性グループの定期市です。早朝から4人の従業員で地元の野菜を使った惣菜などの準備を進め、たくさんの地元客に美味しい食事と温かい笑顔を届けました。この先どうなるかって感じの時にねねさんがこうやって、ね、また再会して嬉しいね。素朴な味なんだよ、みんな昔ながらの、うん、それが一番だ。地震により食品を作る工房が浸水し、電動シャッターも壊れるなどの被害を受け、先月の定期市は中止を余儀なくされましたが、メンバーで土砂をかき出すなどの準備を進め、今日の再開につなげました。皆さん楽しみにしている人もいますし、今までの恩返しやということで皆さん頑張っております。能登島では現在も島の大部分で断水が続いていますが、定期市の再開を復興の足がかりにしたいとしています。震災から50日以上が経過し、日常生活はまだ戻らない中ですが、復興に向けて一歩一歩歩みは進んでいます。以上、中継でお伝えしました。去年10月から北国新聞でエッセイを連載中の阿川佐和子さん、会の冒頭、能登半島地震の被災者を見舞い、石川での連載をきっかけに、自分に何ができるかわからないが、金沢と能登の皆さんのために役に立てることがあったらと語りました。昨日の講演会では、大正生まれで頑なだった父親で作家のひろゆきさんとのエピソードのほか、週刊誌で30年間続けている対談連載での経験などを軽妙な語り口で披露し、会場を沸かせていました。被災者の方に少しでも安心感をお届けしたい、まあ、そういう思いで一生懸命勤務している、まあ、そういう職員にこの3日間数多く出会いました。彼らの労を本当に心からねぎらいたいという思いであります。警察庁によりますと、これまでに全国からおよそ5万5千人の警察官が県内に派遣され、防犯活動などに当たっています。こうした中、露木長官は今日パトロールなどを行う14府県警からの派遣部隊を激励しました。被災地では震災に便乗した犯罪が発生していて、警察庁では防犯カメラの数を増やし抑止に努めるとしています。河北市長選挙への出馬を表明した塚本佐和子氏は現在53歳、
バスガイドなどを経て2017年の市議選で初当選し、現在2期目です。今日の会見で塚本氏は、現職油の和一郎市長の市政運営を評価しながらも市民に選択肢を示すとし、子育て支援の充実などを訴えました。定住促進策っていうのをやっぱ段階的にこう減らしていって、で、今いらっしゃる方々に例えば、まあ、子育て支援の拡充であるとか、あと教育ももちろんですね、おる人を大事にしたいということを掲げていこうと今考えているんですけども。市長選をめぐっては、現職の油野氏が6選を目指しすでに出馬を表明していて、20年ぶりの選挙戦となる公算が大きくなっています。河北市長選は来月17日告示、24日投開票です。この日、金沢市内に引っ越してきた一人の男性、田原慎吾さん、33歳。金沢に住むのは14年ぶりです。まあ10年ぐらいは多分こっちで生活しようかなとかって思ってますけど。田原さんの実家があるのは珠洲市。去年までは地元の商店街で父健二さんと2人で鮮魚店を営んでいました。今息子さん2代目ですか？まあ一応そういうことにはなるんでしょうね。近くのタコ島港で仕入れた魚をさばき、店の軽トラックでなじみの飲食店に配達するなど忙しい日々を送っていた田原さん。まあ面倒くさいと思ったりとかもありますけど、まあ、大体この魚触ったりとか刺身作ったりっていうことは好きなので、まあ楽しいですね。しかし元日の地震で鮮魚店は大きな被害を受け、近づくのも危険な状態に。今売れた車見ますけど、一番最初見たのが父親やったんですけど、心折れたっていうか、もう何もする気もなくなったっていうか。魚の配達に使っていたトラックも柱と納屋の下敷きになりました。漁港も至る所で地面が隆起するなどし、競りが再開する見込みは立っていません。魚取ってきても揚げる場所もないしってなると、場所あってもそういう連鎖ができない。魚もし買えて仕事できたにしても買ってくれる人もいないし。19年この店でやってきたんだからね、なんか寂しい気持ちもあるけど、まあここまで壊滅的なら諦めもつくし。20年近く続けた鮮魚店を休業せざるを得ない中、珠洲に残るのか、よそに移るのか。田原さんは両親と祖母を連れて町内の施設へ避難し、話し合いを重ねたといいます。難しいよな。めちゃくちゃ難しいですね。まあもちろん本当はここで仕事していたいっていうか、住んでいたいっていう気持ちはあるんですけど、そうやね、どっちかで言うたら新しく仕事探すしかないかなって思う、いずれ。それからおよそ1ヶ月後、田原さんの姿は金沢市の近江町市場にありました。一回魚という分野を離れてちょっと料理の勉強したいなと思いながら、どうなるかは分かりませんけど、魚屋兼飲食店できれば一番いいかなと思ってますけど。いつの日かまた珠洲で店を開きたい。そのために今は自分の腕を磨きたいと金沢市に住まいを移し、近江町市場にある飲食店に就職したのです。そうで
全然慣れちゃう。結構慣れたけど。うん。2、3日後にはもうみんなと慣れていい。ね、いろんな人と喋ったりして。やっぱり、うん、頼もしいなと思って。はい。これからどんどん可能性もあると思いますんで、しっかりと仕事を覚えてね、独立でもできるようになってくれたらいいなというふうに思ってます。そうですね、もう嬉しい気持ちでいっぱいですね、はい、しかし田原さんにはある心配事がありました。それはふるさとの珠洲に残してきた両親の存在です。今までずっと家におって、まあ、普通に生活してる中で突然おらんくなったって感じなんで、まあ、寂しい気持ちもあるやろうなとか思いながら。そんな思いから田原さんは休みになると金沢から足しげく珠洲に通っています。やっぱり、まあ、安心といえば安心やね。いつかまた親子で、うん、暮らせるようになったらいいなとかって思いますけど、まあ、次の日また戻ってくんで、体に気をつけて頑張れって感じですね。はい、息抜きに釣りでもしに来るか、休みの日にで一緒に船で釣りに行かれたらいいかなと思うし、まあ、いつかそういう時が来るわいね。まあ、体がおさんの元気で頑張っておれば、それはそれで。被災地の復興を見届けたいと珠洲に残ることを決めた父健二さん。実は最近新しい軽トラックを購入したといいます。一応魚屋するためのやっぱり軽トラ買えば、なんかその希望に向かって一歩進んだっていう感じがするでしょ。いつかできると信じて、うん、その、まあ、第一歩的な、まあ、できることなら息子とやりたい。当面は主に瓦礫の運搬に使う予定ですが、いつの日かこのトラックに魚を積み、再び息子と珠洲で店を構えるのが夢だと話します。そして田原さんも、まあ、今の職場でも、まあ、盛り付けもそうですけど、やっぱ寿司握ったりとかもできるのでってなれば、やっぱ幅は広がると思いますし、経験積んで、でこっち来た時にそれを活かせれば一番ベストかなと。できることなら家族にしたいですね、うん、再び親子で働くために、愛する珠洲が復興を遂げるその日まで、二人の歩みは続きます。災害関連死の認定については一定の基準が必要です。専門性が必要です。それ全体をマネジメントする上でですね、市町の皆さんの立場に立ってしてあげる必要があると思っています。災害関連死は通常遺族の申請を受けた市町で審査を行いますが、発災以降自治体の職員が厳しい労働環境にあることや法的な見地が必要になることなどを理由に、県は災害関連死の認定について市町と合同で行う方針です。今回の能登半島地震では昨日時点で犠牲者241人のうち災害関連死が疑われるのは15人となっています。1万人体制で活動を続けています。能登半島地震の発生後、自衛隊はおよそ1040人を救助し、16万3000食の給食支援などを行っています。馳知知事は今日の会見で、引き続き給水や給食、入浴支援を依頼するとしました。一方、県が検討している小松空港の第二滑走路について質問された馳知知事は、今回の地震を踏まえ改めて常時自衛隊が使える滑走路が必要だと強調しました。
珠洲市の長橋というところに来ています。今日はもう朝から、雨が降り続いていて、かなり寒いです。で、私が今いるこの場所は揚浜式塩田で有名な場所になります。世界農業遺産に指定されている、揚浜式の塩作りということで、この辺りに10軒ぐらいその農家があるんですけれども、うん、唯一今その作業を再開できたのが、こちらの珠洲製塩さんということになります。こちらにその、塩田があるんですけれども、今シーズンオフということで使っていません。4月から、この塩田も使われるということです。ただ今回の地震によって、一つ困ったことがあります。こちらにその、海水をここからこのホースを使って、これまで組み上げていたわけなんですけれども、見てください。白い岩が突き出ているのが分かりますが、これ今回の地震によって隆起したということです。これまで波打ち際がこのすぐ手前まであったんですが、今回の地震でかなり、遠くなってしまいました。ですから海水をどうやってここまで運んでくるのかというのが、今後、シーズンが始まった時の課題の一つということになります。中に入っていきたいと思います。本来ですね、このすぐ近くに、こちらは第一工場なんですが、第二工場というのがありまして、そこで主に塩を作っていたんですが、その第二工場は今回の地震によって、もう使えないような状況になっているということです。ただこの第一工場に関しては、当時は散乱していましたが、無事使えるということで、お話を伺っていきたいと思います。中では今も作業が続けられています。こちらに2つ釜がありまして、先ほどのですね、いわゆる海水を持ってきて、でこちらの左側の釜、荒炊きといって、ここでまず、炊きます。1日炊きます。ここで炊いたものが、ろ過をされて、その横のこちらの釜で、仕上げをするということになります。今も作業を行っています山岸さんです。すみません山岸さん、作業中によろしくお願いします。はい、これは完成しているということなんですか、ね、そうですね、はい、はい、出来としてはいかがですか。上等です。この塩作りっていうのはいつ再開することができたんですかね。8日ですかね、今月の8日。今月の8日、開始したのはそれよりも4日から準備にかかって塩を取り上げたのは8日だったかな。最初に、その震災があってから初めて塩が上がった時、はい、どういう思いでした。ほっとしました。よかったと思います。どうなるかなというふうには心配もしましたが、こうやって、平常通りできて安心しました。で今作業されていますけれども、ここで塩をすくって、これが向こうに持っていくんですよね、貯蔵庫の方に。そうですね、はい、ちょっとじゃあすくって見せていただいてもよろしいですか。結構力仕事ですよね。この釜の中に、そこに溜まった塩を今、寄せているというような状況です。かなりたくさんの塩ができています。これも震災前、以前と変わらない様子です。でこの塩を、はい、山岸さん、こちらの方に持っていくんですよね、貯蔵庫の方に。はい、はい、ちょっと見ていきたいと思うんですけど、じゃあ、はい、いいですか。はい、貯蔵庫、よし、見えましたね、今そのできた塩を貯蔵庫の中に入れていきます。ここで水気を抜いて、下からその水気が流れて、その水がにがりとなるということです。で奥ではですね、女性の従業員の方が作業をされています。もともと10人ぐらいの方がここで働いていたということなんですが、今作業をされているのは山岸さんを含め3人の方で塩作りをしているということです。こちらの女性の方は手作業で
塩の中に、まあ、不純物、塩以外のものが混ざっていないかというのを目で確認をして、ピンセットのようなものでそれを除いていくというような作業、そして、塩の袋詰めというのも全て手作業で、行っているということになります。こういった人の手で丁寧に作られるというのが、珠洲の塩の大きな特徴の一つです。で今回この珠洲の塩なんですが、地震があってから注文が相次いでいまして、すでにこの1ヶ月半の間に過去2年分ぐらい注文が来ているということです。1ヶ月で、山口さん、なかなか従業員の皆さんも揃わない、そして第二工場も今使えないっていう状況で難しいと思うんですけれども、かなり注文が入っている、塩作りって間に合うものなんですか？そうですね、はい、まあ注文がそのたくさん入ってて嬉しいんだけど、まあなんとかその10分の1でも5分の1でも、お届けしたいなと思っております。ご自身も生活も大変な中でこうやって塩作りを再開されたその理由って何ですか？やはりお客さんが待ってるのがこの分かるんで、今まで通りはできなくても少しでも送ってあげたいという気持ちです。やっぱりこの珠洲の塩っていうのは味も違いますもんね。まあそれが一つの自慢なんですけど、まあとにかく昔の手作りなんで、まあ注文来たからといってスッとたくさんできるものではないので、まあできるだけその頑張って、やろうかなと思ってます。この辺りに10軒ぐらいあるということなんですけれども、他はなかなか再開できないような状況の中で、この揚げ浜式そして珠洲の塩っていうのはこれからも続けていきたいっていうお気持ちですか？そうですね、やはりこれだけお客さんが注目してくれるというか注文が入ってきているんで、できるだけ量を作って皆さんに味わってもらおう、使ってもらおうと思ってます。わかりました。山口さん、どうもありがとうございました。私とお父さんと犬と3人でおるんです。おやつとかも全部いただいて、これもいただいた。これもいただいたんですか？そうそうそう。まあ、晴れてれば絶対1日1回うち見に行くから、その時に一緒に散歩に行ってあれするから、なんかちょっとガラスをしてたりするからあんまりね、あれだけど、今この地震でもう浜の町も静かになったわ。本当に昔の浜の中の大通りっていうか、あの通りがもうほとんど家が潰れてるからどうなるんかなと思って。辰浜の町のみんなが笑顔になれるように、ほら県外とかのアパートとか空き家に行く話もね出てくるけれど、やっぱここから離れたくないというのは多いですよね。みんなで頑張りましょう。気晴らしになるね。じっとしておるよりも、
そういったことをしていると気が晴れます。今一番やりたいなと思うことなんですか。やっぱり一番やるやっぱゴルフをやりたいですよね。友達とねワイワイ言いながらゴルフこの辺でする人は少なかったんです。で、会社の社長が単身赴任に来てまして、これじゃいかん、みんな俺が教えるからって10人ほど連れて、それが始まりのゴルフの始まりです。特にあの会社勤めた時に会社の中にゴルフがあって、やっぱりアメリカ行ったりハワイ行ったりオーストラリア行ってゴルフしたのが一番思い出ですね。また友達とね和気あいあいとねするのは夢ですね。できるかねできないかわからないけど、昔外国でやった思い出をもう一度外国でやりたいと思いますので、またね、このテレビを見たら声かけお願いいたします。以上です。昨日から珠洲市で被災者に車を無料で貸し出す支援が始まっています。利用できる車種は軽トラック、軽バン、貨物車、期間は3日間で何度でも利用することができます。また利用については事前申し込みが必要になっています。そして穴水町では今週から避難所と医療機関などを結ぶ無料循環バスの運行が始まりました。穴水駅を発着点に避難所となっている穴水中学校や林業センターと穴水総合病院などを結びます。平日のみ朝昼夕の1日3便の運行をしています。そしてインターネット上の偽情報、誤情報にご注意ください。二次元コードを添付して寄付金や募金などを求める投稿など真偽の不確かな情報については安易に拡散せず、公的機関の情報や報道等によりご確認をお願いします。はい、どうぞ。すいません、会えて嬉しいです本当に。しばらく来れんかったんで、お、やってるって言って嬉しいよね。嬉しいね、うん、みんなの顔も見れて。そう、また皆さんと一緒に1年間頑張らんなんならんねっていうことで、また頑張られるかな、一回行きたいなと思っとった。関係者によりますと、天皇皇后両陛下が来月下旬、県内の能登半島地震の被災地を訪問される方向で調整が進められているということです。羽田空港から特別機で輪島市の能登空港に向かい、自衛隊のヘリコプターに乗り換えて被災地に入り、避難所を訪問して被災者らを見舞われる方向で、現地の負担を考慮し、日帰りの日程が検討されているということです。両陛下は地震発生直後から被害に深く心を痛め、受け入れ状況や人々の気持ちを踏まえた上で訪問したいという意向を示し、今月6日には長女の愛子さまとともに政府の担当者から説明を受けられました。